とりあえずちょっとなんかいくつか、あ、すみません、いくつか場所を押さえてから帰りたいですね。一周するのはちょっと時間かかりそうだから、あ、というのとのアップダウンでなんか疲れそうだから、いや、なんとなく今の流れは分かることはなかったんですけど、念のためほったて小屋的なところはいっぱいでいいな。助けてよ。宿泊もできるのか。おお、1人2000円、安いね、やっぱり。まあでもライダーハウスみたいな感じのところかな、見たところ。そういうとこ好きですけどね。あ、多分ここに観光案内がなんか、こっちは出口かもしれないけど、観光案内っていうにはちょっと簡単すぎますね。すこの辺りって言ったら村内集落があるっていう情報しかないな。でやたら海情報が、そして灯台、延長できますように。本当だ、灯台、灯台まで行こう。あ、延長か。結局あれね、もう少しだ。一周することになりますね。あ、そうだ、じゃあこのついでに枠取り直すか。今の状態で枠取れるかな。ついでに枠取り直してみますと、FMLE のために一旦切ります。5キロぐらいじゃないですか。ですかね。予約枠で。了解です。一旦切りますね。で、そもそもスタートも終了もできなくなってる。地図で見た感じだと。宿泊見た感じだと大体この一周の半径が 800m ぐらいなんで、うん、3.1 分かけて2π ある。お疲れ様です。 6×8 で、まあ、5キロぐらい。じゃあ行ってみますか。と言って終了。遠距離だけど、あ、そう、この泣き陳情緒は、あさってあたり行きたいです。はいはいはい、行きましょう行きましょう。この泣き陳ってとこがなんかやたら思い入れがあるんですよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあぜひあのその思い入れのほどを放送でも語っていただいて。そうでもといっても見どころといったらこれぐらいしかないかな。そうなんですか。放送終了。場所はこれですかね、琉球王朝時代の。多分そうだと思います。遺跡というか。で結構あの大きく残ってるところなんですよ、泣き陣っていうの。あとは勝連城址っていうところも結構すごいんですけどね。しかし一周してきて余裕見て30分で、あとそこから30分で日が暮れる状態で、まあ大丈夫か。まあ任せますけど、判断は。雨とか降ってきたらもう即バスですけどね。この辺りまで確かバス来てるはずなんで。映像は流れることではないかな。
まだ結構時間あるな、2分半ある。GoPro はまた撮れてるか。よし、2がダブった。2がダブってしまった。うん、つながった。ジョリース、うん、か一人がコミュニティに参加しました。ジョリース、あった。うん、2がダブってしまった。乗って走ってます。じゃあ走り始めます。よし、もうストリームは行ってるっぽいけど放送上は見えてないです。さてあ、これなんて言ったっけ。聞いたよ。 V16 郡島は一周するのかな。一周してしまいます。もう一周5キロで上りが100メートル。逃げと鎌倉生まれタートス。わあ、最初が向かい風の方が気が楽だな。追い風だと後が怖い。結構これ上の方まで集落あるんですけどね。2番じゃダメなんですか、ハーブス。2番じゃうん、わあ、いや、ああ取り付けた。さっき渡ってきた橋があっちにありますね。よいしょ。勾配どんぐらいかな。水着の姉ちゃんとこ。あ、上の方もちょっと見てみて。そろそろ腹が減りました。ちょっと上の方を見てみたいな。あ、電波いいですか。 FMLE だからだいぶ良くなったと思います、映像は。なんか一周するよりこっち側の中をぐるぐる回ってみるというのもありかなと。どっちにしたって登るんですけどね。じゃあ行ってみましょうか。このなんか裏道の方行ってみたい。というわけで一周回ろうと思って今走り始めましたけど、あっさり予定変更。ちょっとこの市街地っていうのかな、集落の裏の方を見てみたい。迷うなら後悔しない道を。方で本当と文化の違いみたいなの感じますか。文化の少なくとも止まったところはですね、確かシャワーしかないはず。うわ、すげえ。暗がり峠、かなりのもんですね。女村すいません、一周するよりも時間的に短く済みそうで、しかもネタありそうなんで。あとなぜ焚き火。ただ電波どこまであるかわかんないですけどね。おう、なかなか。いや、中央電気って何だれ。どれが電気屋さんなんだ。そんな格好してると中人が来たと思われますよ。中人。お店の人はですね。
これなんていうの、赤岩島でしたっけ。暖かいですか。あの、馬頭観音とか、そういう、頑張らないサイクリング。今ここ、名も、意味だったっけ。変わってたのか。わかりました。赤岩島でしたっけ、岩島でしたっけ。42歳、頑張れ。42歳、死にさい。あ、定住の眉毛なんですか、あれ。そう、画質はだいぶ良くなったと思います。ふぅ、あの、この辺りぐるっと回って、浅いですね。あ、坂道だから屋根が、屋根が地続きになってる。うわ、今ここ出てないですか。ちょいチェック。で、沖縄といったらこの屋根ですね。コンクリっぽいやつ。筋肉ムキムキのロボさん、屋根いや、乗れると思うんですけど、乗ってギシッとか行ったら、やばいんじゃないかな。確かに走れますね。どんだけ子があるんだ、ここは。で、今ここ出し直しました。もうすぐ行きます。ほったら来られますよね、気づかれたら。で、家の方はどうなってるかっていうと、結構地続きだな、これ。行動、これがパライソダウンヒル。道はどうなってるの、この辺り。あれ、もしかして。これは歩ける。あ、いかん。ヤフー地図だとこの程度の、あの、縮尺しかないか、情報は。どこまで登るかな。ジャッキーが駆け降りる。ちょっと行けるだけ行ってみましょうか。確か展望台どっかなかったかな、さっき向こうから見た時にあったような。あ、あれか、違うかな。はあ、この上に小学校あるのか、ひでえ。はい、このまま行くと小学校ですね。小学校、小売小学校って上にありますね。犬遠いぞ。もうちょい。あ、でもこれ行き過ぎるかな。楽しそうで悔しい。いいじゃないですか、楽しいですよ。楽しがったっていいじゃないですか、人が楽しんだって。お、ディレクターだ。ディレクター、ほら、吹き D。 いいな、いいな、わら。あと、村のチャイっていうのがありますね。パンクしそうだな。パンク、確かに道はそんなに良くないかな。そうそう、そうそう、変わってる。ん、塀がですかね。わ、こっち来るのか。フェメリーが枠取り直してつながりました。こんなところ走りたい。近所にあればいいのに。どっち。非常にすごいところに小学校作ったね。登りますよね、随分と。標高でいうと50メートル近くのところにある。すげえ。止まったか。あと幼稚園と小学校が一緒にある。動いた、動いた。お、え、あれ校舎かな。あっちのあれ校舎じゃないですかね。校舎ないんじゃないですか。幼稚園かな、あっちは。あっちの方に校舎見えるの。こっちはでかいですよね。小学校よ。あ、あの鳥、あの鳥、あの鳥の正体がさっきかわからない。よい、よし、間に合った。首の周りがちょっとだけ白いように見える。そういえばロボさん鳥詳しかったですよね。いや、詳しいんじゃなくて気になるだけなんですけどね。好きなだけ。おっと、たまに間違ってなる。会社と協力してロボさんと旅行旅を企画したらもう。あ、旅行会社か。お前も年末工事か。この辺り電波悪そうだね。電波
車も飛行機移動か。うん、自転車も飛行機移動です。タイヤが仕切りです。タイヤが仕切り、ずいぶん上の方まであるな。です。歩行者に注意。一分差ぐらいかな今ラグは。そこまで村の茶屋こっち、村の茶屋こっちって看板が出て。あれこっちでしたっけ？売り物券買おう。うん。こちらさんの看板があちこちある。赤土、うん。なんというかのどかなところですね。のどかなですよね。おお、いい感じ。景色も。坪単価いくらかの。坪単価どうなんだろう。こっちは基本的に大体物価安いんじゃないかな。シャドウは今ここは 7,8 パーぐらいかな。感触としてはありますかね。その時のギア比にもよるんで体感は。また立派な墓。本当にこれ全部こうやってやるのかな。一つに一人じゃないんだろうけど。こんにちは。あ、あります、うん、オランダ墓。オランダ墓、いや、もう関東は暗くなってきたよ。ハブは、もしかこれはここはいるんだよな、ハブは。本物ですか？本物です。リアルタイムです。今16時39分。お墓、そう、こっちの墓やたら立派なんですよ。ここは村の茶屋です。これ本当だ、キーコーヒーって書いてある。人もいる中に。そしてここにも井戸がある。今のお墓なの？うん、今のお墓です。こう夕方6時までやってますね。うん、氷ぜんざいって書いてある。ここは茶屋。そう、さっき途中やたら看板がいっぱいあった。お墓は大きいんだよ。村の茶屋、島一番の展望カフェか。あなんとかって名前のお墓だよね。あ、確かに展望カフェだな、これ。うん、さっきの墓です。ちょっと駐車場だけ駐車場に入らせてもらって。これは家です。その家っぽいですよね。これも墓。ああ、駐車場からだとやっぱりここまで見えないんだな。別荘みたいですよね。青い海、見えない仕様です。お墓。あとどっか展望台があったと思ったんだけどな。 Google マップで衛星写真で分からんかな。ん？さっきの白いの。やっぱり昼飯のやつは、昼飯のツイート上がってなかったな。夕日、うーん、曇ってるから夕日は。で、これは墓に見えるかよ、わら、絶景。この写真、ああ、郡島は細かい衛星写真ないかな。暖かいですか？超暖かいです。あ、細かい写真ある。樹木が邪魔なので伐採しましょう。伐採、すぐ入るんじゃないかな、こっちの気候だったら。千歳はマイナス7度らしいですね。ん、千歳、北海道の千歳、14時で。14時でマイナス7度、こっちは20度ぐらい、20度以上か。どれがさっきの展望台かわからないな。でも大体もう市街地の上の方まで来ちゃいましたね。あの大きい葉っぱ、葉トトロの傘みたいなのかな、うん、トトロの、ああ、あれ、吹きか何かですかね。北海道にはラワン吹きっていう、ラワンっていう地域があって、そこの吹きが巨大で、本当に傘にできるぐらいのがあります、ね。汗ばむわなレベルの暑さか。阿寒湖じゃなくて、温熱島の四角か。コロポックルってのはあれ北海道でしたっけ。
これより上の展望台っていうのはないかな。いや、分からん。じゃあぐるっと大回りして、あー、このボックルが傘に使ったって伝説のね。おお、風も生暖かいのかな。風本当に生暖かいですよ。雰囲気が一変するんでしょうね。雰囲気が、ああどうなんだろう、気温もどんぐらい下がるかわかんないですよね。ちょっと本当はコーヒーとかの上に上がって飲んだ方が景色いいんでしょうけど、時間的な問題と、あとこのカメラ持って入るということの交渉の問題があって、これで民宿もしてるのでしょうか。民宿は書いてはないですね。でも大きさから言ってやっててもおかしくなさそうな。堀島は確か結構民宿はあったと思います。なんか結局石泥に出てしまいそうな感じ。多分そんなにいっぱいいるんですかね。とにかく日か。確かですね、明日行く伊是名島がそうだったかな。あのハブがいない島があります。これも意外と回ってますね。ハモか。ハブ、働いて。あの骨取りが、骨切りが大変ですね。漫画とかで見たことある。サトウキビ畑か。これはサトウキビ、ああ、これだと、ここわかんないですね。また車だ。ハブ仕事しろ。ハブ、いや仕事しなくていいから。ざわわざわわ。ざわわはどの曲だったかな。衛星写真で見るともうこの辺りは市街、録画中です。集落離れてもう畑地帯なんですよね。名人に気をつけて。ハブ、空気読みなさい。どっかで右回らないと裏側まで行ってしまう。そう、今回プロヒーロー2でやってます。横浜6度、寒い、横浜6度か。もう島といったらやっぱりこんな感じでなくちゃ。今20度割って、あ、磯ヒヨドリか。さっきのもそうかな。磯ヒヨドリってこっちにもいるんだったっけ。背中が青くて腹が赤いやつ。あれ、これ何枠目？何枠目？枠としては2枠目ですかね。FMAD が繋がらなくなってたんで枠取り直しました。つまり私が現生100円をはたいて、リスナーの皆様のために FML の映像を提供したということができるわけです。これね、もうだいたい高台のピークあたりですね。あ、奄美にいるんだったらじゃあこっちにもいるんでしょうね。空にあるのは、おきせがましい、おきせがましい。ロボさんの100円に乾杯。そうですね、じゃあ下り切らずに途中から分岐してる一つ上の道行きますか。ん？何もらってない。そしてニコ生は潤うのです。このレクカとバッテリーも消費しやすいでしょう。バッテリー、ああどうだろう、多分負荷的にはそうだと思いますけどね。でも容量はでかいんであんまり気にしたことないです。すでに今回外部バッテリーは1個しか持ってきてないので、朝から晩までやると多分途中で電池切れます。なんか25日にゴルチケもらったんだけど、おう、やっぱ本当では見ない風景だな。ラグゼロ、ラグゼロすごいな。見晴らしがいいからかな。おー、あのなんか改装中の建物は何だろう。普段公
以外からみんなもらったのかと、うん、みんなもらった？私はもうチケットは全然もらってないですね。多分チケットをあの配る基準が随分変わったんだと思います。ある時期で、ある時期に、ある時期からパタッともらわなくなったから。お、いらっしゃいませ。それか私の発信の質がある時期を境にガタッと落ちたのか。でみんなもらわなくなってた時期あるみたいなんですよね。まあなんかある程度来場者数があったらもうほとんど無条件にもらってたような感じだったと思うんですけどね。多分厳しくなったんだと思う。これサトウキビかな。さっきも分かんなかったやつだ。いいですよね。え？どんだけたくさんあるとあサトウキビなのかもしれないですね。そう、どれか割れてれば舐めてみるのに。チューチューしたいね。チューチュー甘いですよね。あ、またさっきか。これはゼミってたな。サトウキビ泥棒、わら。サトウキビ。上に寄るような配信する人にはチケットもらえない。上にすり寄るような放送ってどんなんですかね。運営を称えるような放送なのか、入る運営みたいな放送なのか。え、放送してなくてももらったっていうのは何かの手違いなのか、なんでしょうね。そう、よいしょする。入る。チケットとかどうでもいい。うん、まあチケットもらったからっていうわけじゃないんですけどね。ただ敬語、マジっすか、マジか。はい、よいしょっと敬語使わない口調に切り替えようと思ったけどやっぱ無理だ。普段から意識せずに人になってるからどうしようもない。返信しないよな。あ、また一緒日踊り。みんなが、うん。ため口で。ため口か。あ、ちょっと今、景色が良かったような。ネルオさん的な喋りでお願いします。はい、こんにちは。うん、違うな。なんだろうな。ネルオさんの喋り方どうやったら真似できるんだ。ねって言い方しますよね。あの、同意を取るときに。わらわら。ねって言いますよね。今のはい、こんにちはは似てた。あ、本当に似てました。自分じゃ全然かなと思ったんですけど。あ、これさっきよりだいぶ景色いいな。さっきの喫茶店の駐車場よりはいい。ね。あの、ねに点々がつく感じの。映ってますかね。小売島の、小売大橋か何かな。誰だか自転車車載、今やってる人だと思う。今やってるかな。東京、綺麗だ。今日の晩ご飯美味しそうなの食べちゃうの。今日の晩ご飯ですね、多分近くの飲み屋に行くと思います。それも7年前かなに行ったところ。ネイも似てるな。ロボさん割とモノマネいけるんじゃない、ね、ん？あ、いや私は飲めないですけど、飲み屋さんで前食ったんで。あなたがいくらでもオリオンビールバンバン飲んでください。ゴミ入りました。オリオンビールはなんか炭酸がちょっと強い感じですよね。高橋さん、ホラフキーさんは飲んでる姿ってあんまり覚えてないな。いいですよね。そう、あっちも。お前も綺麗だ。Z。Z。プレミアム一人がコミュニティに参加しました。あの橋渡ったの？ちょっとズームで。あの橋渡ってきました。あれが3キロ近くあります。もっと綺麗か。照れるじゃないか。うん、多分あれ船とか通すためじゃないですかね。でもここ船通らないか。通ることもあんのかな。うん、今日ヘルトです。他にどんな自転車あったっけ。郊外1号しか知らないからな私は。何台自転車ありましたっけ。ロードはこれ入れて2台です。あ、2台。あとクロスとか。あ、通勤のクロス。通勤クロスとロードロードみたいですね。私はもう袋入れたまま腐っちゃってる折りたたみロードと、折りたたみロードをフラットハンドル化したやつと、あとフレームが破断してしまったマウンテンバイクは眠ってるのと、あと今乗ってるクロスバイク、あと実家にもマウンテンバイクあるんですけどね。あのジャイアントの ATX840 じゃない、830か、前サスなしのやつを買って、後であのマニトーのお、うん、ミンチ、海人、いや、なんでもないです。ただ頭に浮かんだことを口にしただけです。カメレオン号捨ててないのか。
カメレオン号、今乗ってます。ルックでフルクラム。ルックでフルクラムっていうと高いというただけの認識でいいんですかね。そう、海人。あと、亀の人と書いてカーミンチュウっていうのもあるんですよ。あるんですよっていうか、多分黒島のあそこにしかないんだろうな。ウミガメ研究所があって、黒島っていうところに、八重山諸島の黒島に。まあ、高いで、その研究所の亀マニアの人が世界中で買ってきた亀グッズを集めた亀袋をですね、5000円袋が1つと1万円袋1つ売ってました。多分それよりはるかに価値のあるものが入ってるんだろうけど、その価値が分かる人がどんだけいるのかというところで、カーミンチュー T シャツ売ってました。亀人 T シャツ、亀人 T シャツは買ったけど、もうボロボロになって捨てたんだったかな。カムチュー、カムっていうとカムイみたいですよね。で、もうあとはここから下って、橋渡って帰りですかね。一応これで氷島制覇したってことにして、いいのかな。まあ、上まで行きましたからね。ええ、南国はいいな。下りはあっという間だな。氷島のこれ何割ぐらいを堪能したことになるのかな。何の料金？青い海見せて。青い海これから渡ります。でも暗くなるから見づらくなりますね。ここ本当に沖縄？ここ本当に沖縄。指宿ですか？こんなもんみたいですけど。ん？通った、それって通ったの奇跡で出ます、ね、出ます出ます。だいぶ若小さくなりましたね。そうですね。まあ多分上反対側は指宿と言ったら、指宿私2回行きました。うん、2回行きました。沖縄ベース、何の氷、何でもかんでも氷全般取り扱ってます。ん、あ、これですか。ええ、これ録画しながら、こっちにカメラがあって、こっちは今生放送中です。こっち聞こえますかね。あちこちで全国で見てる人たちがパソコンでコメント書いてるんですよ。それがこれです。あれ、おじさんって今映ったのかな。顔が映ってよければ。今隠してます、これって。ええ、お兄さんだから。この人です。パソコンからほら言ってますね。うん、まあ、神奈川のあたりで、大学生と間違われた。いやいやいや、大学生と間違われた。これでいいかな。このぐらいだったら見えるかな。これですか。これ真夜中の車っても走れる。あ、光が1号のライトの解説してますね。まあ、今回年末旅行で、こっち来てるんですよ。飛行機に積んできました。まだこれからですね。うん。何年留年してるのかな。はい、またかがくせい、はい、わらわら。あ、チラミンとこですか。第6くらいにあそこは、あさってかしあさってくらいに行こうと。明日は伊是名島に行くんですよ。大学生に見えた。おい、ちょっと店から鉄砲持ってこいってさっき言ってた。あ、そうですそうです。昔、マジで学生さんに言われた。明日運転校から伊是名島に渡って。で、何があるかまだ調べてないです。あ、源実朝ですか。ほら、早く卒業しなさいよ。田舎に泊まろう。確かにチャラそうな格好ですが、わら、綺麗な島ですね。荻原兄弟に似てる。話が盛り上がってる。盛り上がってます。歴史の話にはなってますね。橋の途中で止まって海見せて。海、ああ仮面ライダーみたいだ。ワンワンをこんにちは。犬かわいい。この人犯人です。ワンワンを、やっと自転車乗りはスタイルいい方がかっこいいな。わら、晩飯食わせてください。ちょっとおじさん映ったよ。映った。いい。地元の方に話してきた。今ちらっと映ってしまったみたいです。超えてるんですけど。おじさんの今日のネタできたね。
聞こえ、ちょっとだけ聞こえてると思います。わしがこの橋をあまり聞こえてないと思います、今の音量だと。この人がイプス細胞を使って世界初の手術した人ですよ。これからもう名護の方に戻ってホテルで泊まります。ビジネスホテルに。その衣装どこのなんていうやつなの、ええ、顔とか全然映ってないよ。こっちが泊まってもよかったんですけどね、もう予約しちゃったんで。リスク一旦の運は忘れませんよ。ホラフキーさんは変身アニメの主人公みたいだな。看板おじさん、ええ、23日、あ、なんか大会やるんですかね。まさかの客引きだったのか。2月の23日に大会みたいなのがあるんですかね。誰か知ってる人いるかな。あ、ありがとうございます。だんだんコメントが失礼な流れに、失礼な、だ長くなるとなりますよね。あ、握手した、握手した、今握手した。じゃあ、あの綺麗な橋渡るの、うん、これからの橋渡ります。失敬な、だってみんな質悪いから、あんたは質悪いよ。コメントのかな。バイナラお兄さん、バイナラサバラ、やっと逃げられた、逃げられた。我々は紳士ですよ。バイバイ。ちょっと私の方だと今私自身があまり聞こえなかったんですよね。コメントうるさくてさ、コメントうるさくてさ。バイナラ。でも本当に左耳でこんだけコメントが流れてると、左側の人に、人にの、あの、あまり大きくない声、話し声は聞こえないですね。東京はもう暗くなってきました。暗く、もう日が暮れてますよね。うるさくてさ、ん？何が？キクイン、をキクインモータースっていうのがあったけど、あれなんだっけ？何のグループ名だったっけ？誤解だ。マジか。反省は。で、あ、もう挨拶閉まってしまった。すごいタイミング。さっきの挨拶屋さん閉まっちゃってます、もう。あ、よかったです、ギリギリ。何時だ、16時59分で閉まってるってどういうこと。17時閉まるところをちょっと、何事もビジネスは早めが肝心ってことで早め閉まったのかな。うん、聞こえておりますよ。外に流してますから。あの、昨今自転車でイヤホンしてたら何か言われる風潮が出来上がりつつあるから。配信が終了しました。あ、やらかしちまった。予約、あれ、でも自動予約、自動延長にしてなかったっけ。してなかったら、して、あ、詐欺だ、詐欺だ、お待ちください。さっき展望台みたいに見えたって、あれないな。展望台っぽいの見えないですね。さっきあったような気がしたんだけど、気のせいか。別の島で見たんだったかな。あれ多分ミラノチェア。ああ、そうですね。ということはやっぱりあそこに登ったらだいぶ景色良かったんですね。そう。あれ？FM エリアが立ち上がってこない。放送終わった？もう少し、もう少しだけ続くんじゃってやつで。フィグハトってなんだ。ファイトか。つながった。オッケー。あ、次枠ですか？いや、あの、枠終了詐欺ってやつで、間違ってあのツールが枠が終了したと判断して勝手に切っちゃうんですよ。でもまだ続いてるんです。お帰りなさい。あ、お帰り来ましたね。よし。来ましたわ。さてじゃあ。帰ったリスナー絶対いる。帰った人結構こういうの思われ、あの、終わったと思われてるんですよね。だから詐欺だと書いたのに。知らない人は意味わかんないか。
野島ですね。で、あれに比べると歩道がある分100倍増し、角島大橋より100倍増したな、100倍増したな。角島大橋ひどすぎますよ、あの歩道なし。あ、山口県の角島っていうところに渡る橋がこんな感じなんですけど、これで歩道なしなんですよ。マジで怖くないですか。いや結構怖いです、風があったし、しかもあの時でも小売島に泊まるって言ってもあったな。てか小売島まで今日来るってあまり考えてなかったんで、名護に来てから名護市街回ればいいかと思ってたんですけど、島の方行けるなと思ってつい欲が出て、まあ、せっかくだから地球に泊まったじゃないですか、うん、まあ、あとは、あそっか、でもこっちでも夜飲み食いするとかありそうだけどな。真っ暗、こっちはあと1時間あります。いや1時間ない、ん、半田区民さん、いらっしゃいませ。島を出る。これから名護まで戻ります。片道が20何キロぐらいなので、名護、うん、私は名護から北の方が好きなんですよ。那覇と名護の間は割と市街地と米軍基地と、あと中古家具屋さんと、あとなんだっけ、なんか その手のイメージしか残ってなくて、あとプライベートビーチか、プライベートビーチだから誰も入れない、あ、誰もってか我々は入れないのイメージしかないもんで、名古屋から北の方が好きなんですよね。そう、ビラウミ水族館、本部半島の一番先の方ですね。先っちょというとなんかいつもエロいって言われるから先と言っとこう。本部半島の先の方。でも美ら海水族館ってあれ無料の、あの無料設備のところも結構いいんですよ。カメとかジュゴンとか、ジュゴンがあのレタスを、あの、そうなんですよ、まあ、淡水系の水族館は最高なんですけど、海のやつもまあ好きです。どう、まあ、ただ角島は自転車の人も結構当たるんで、あの時はなんとかだったかな。うん、人先ロケ地、あ、そうそう、小売島はあのいろんなロケ地になってるってどこかに書いてあった。ここは川はあるの？川、小売島川あるのかな。あ、終わったと。どうだろう。そう、いつもあの30分目にその終わったと思ったらってのがあります。たまに起きなくて素直に続くことあるんですけどね。だいたいなぜかツールが間違って判定して放送終了っていうふうしてしまう。動画、水族館動画だったらあれかな、霞ヶ浦水族館かな。あれ私がこの間、バージョンアップ、どれのだろう今の。この間私が霞ヶ浦水族館に行った時に、行った後に団子が3匹追加されたらしい。私団子大好きなのに、もっと早く来ていれば団子を。沖縄だと暗くなるのは遅いね。暗くなるのはこっちは5時半過ぎです。5時40何分だったかな。正確には、17時42分が日の入り。ん？あ、何があるのって段差？あと風強い。よっしゃ、ここ頭行こうぜ。団子の国頭、国頭村かな。明るいですよ。でももうすぐ暗くなりますね。国神は国神メダカがいるとこですよね。7年前はいた。で、あそこのヤンバルクイナソウっていうとこに泊まったんですけど、あそこも良かった。うん、まだ死んでないです。もう雪、こっちは今半袖ででもちょっと我慢すればいけるぐらいです。国神さん、夜はもう沈めますよね。夜景いますかね。バルクイナソウというところが最近見た、あの最近というか昨日とと調べてみたら、ヤンバルクイナソウはページがなんか随分あの手作り風のいい感じになってて、なんか地図のページな、アクセスの地図のページなんかもあの過去の経緯は知らないんだけど
左上にあの手書きの地図が書いてあって、簡単な地図が書いてあって、で左上に今度は分かりやすくとかなぜか注釈が書いてあるっていう。今度ってどういうこと？アーチ状になってるの？アーチ状に、これ一応洗い、そうですね、一応船が通るためなんですかね。浅瀬だからあんまり船とか通らなさそうだけど。あ、航行船押して書いてあった。夜橋に多分やります。あれ人が倒れてる。お、あれ倒れてるんじゃない。何かと思った。ここホテルね。事故かと思ったら、なんかもうコーポーズ撮ってとか言ってましたよ。今見えました、カメラ持ってんの。何だったの今の。なんか人が倒れててみんなが心配そうに寄り添ってる状態かと思ったら、超ローアングルからあの写真撮影してるだけだった。何なんだあれは。エロなのか、エロなのか。ミニアイドルの撮影とか、うん、何でしょうね。この天気にグラビアってちょっとあるんですけど、うん、今やっぱ背景ぐらい、そうですよね、背景ぐらいいくらでも後から合成できるから。いやしかしあのこのライティングはダメじゃないですかさすがに。ってことは単純に仲間内でやってるネタなのか。サムだけなんか罰ゲームですか、うん、罰ゲーム。普通なんかそういう撮影だったらあのデフ版っていうのや、はい、持ってる人いますよね。あ、こんにちは。証券者だ。貴重な目、本当にあのもし本当に倒れてるんだとしたら何か協力しなきゃいけないかなと思って。学芸会か、学芸会なんでしょうね。今氷大橋あたり、うん、氷大橋も渡り終わったとこです。ニコ生だったりして、ニコ生あやよさん、マカダム選手たちの号。おい、ちょっと待って、なんで列挙した。外から、橋を歩いて渡るおじさんもいるんだな。歩いてでしたよね、結構距離あるのに。ん、橋の絵なんかなって。さてじゃああとは帰るだけ。まあ6時半までには着くかな。6時半までしかないか。6時半か7時か。ドッキリ、いやドッキリしてないと思う。道アスファルトの部分が微妙ですね。だから今私じゃないところ走ってました。小学校だと幼稚園が併設されてました。荷物ですね。よく見ると結構多いな。前走ってるのはホラフキーさんという人です。知り合いです。突き当たり右、突き当たり左に今あります。さっき右から来たんで。一応この矢ヶ地島も一周する名目で。矢ヶ地島か。今矢ヶ地島です。荷物、いや私の方が重いよ。無駄に重い。ホラキーさんのあの荷物は持ってもらってもあるな。あの背中のポケットにパンパンに物が入ってるのと、ウエストバッグと、あのリアキャリアじゃなくて、あれはリアの小さいあのパニアみたいなやつがついてますね。大島の方も行く。渡ってきました。腹筋はいつも言う言い回しですけど逆方向に割れてます。一部がへこんでるんじゃなくて周りが出っ張って結果的にへこみができてる。ロシア人の方ですか。ロシア人、アホラフキさんだから。ロープで、ロープ牽引は前だけブレーキかけた時は危ないですよね、ぶつかる。沖縄デート、沖縄デート。母音を入れない死因だけの喘ぎ声。いや喘ぎ声って言わないでください。ただ息が切れてるだけなんで。40代になった時の体
荷物をいかやく。どういうことだ。こんなに明るいダブルなんかすげえな、わら。そう、日本の中でショートカットあですか。あの土道をちょっとショートカットしました。尻は今のところ問題ないです。なんだなんだ、何を鳴らしたんだ、何でしょうね。実際あったかいです本当に。この時間帯にあの 薄着で平気で走れている、ん？走っていられるなんて、寒い死ぬとか言わずに済むなんて。あ、泣き順は明日の朝運天丸の港に行って明日伊是名島に渡ります。あと歴史の話をさっきおじさんとしてたな、ホラフキーさんが源のなんとかって、琉球でも源のなんとかさんの話はあるんですかね。本番、うん、こっちはまだ日没じゃないですよ、あと30分ぐらいある。何かサイクル野郎的なハプニングお願い。サイクル野郎死ぬよあれ、あれマジで死ぬから。あ、忘れたっていうのは歴史の話ですかね。サイクル野郎クラスのトラブルに見舞われたらマジで死ぬから、あの100メートル以上の崖の上から落ちるとか、あの山の中で遭難して、あの水も何もなしで数日間山の中で足が捻挫して動けない状態になるとか、あと船で漂流してあの干からびそうになるとか、あと何があったかな。サイクル野郎的なトラブル、あとは牧場で数百万円の馬を逃がしてしまって一生働かなきゃいけない羽目になりそうだったり、結構あの本当にまあ馬の話は別として、死ぬ級のトラブルいっぱいありますからね。前の人でも本当に、ああツイッター見てれば多分分かるから大丈夫だと思うけど、来年から実業団登録してあの走るっていう風にラフキーさん書いてましたね。なので今は流してるもいいとこですよ多分。100km、あ国際通りってあれか、那覇の方か。国際通りはまあ最終日に行くかな、首里城行って国際通り行って、でももうちょっと裏の方も行きたいな私。那覇で行ったら大昔、そうだよく考えたら那覇来るのって4回目だ。昔家族旅行で来たことあるんですよ那覇。そう、カメラをヘルメットにつけてます。マウントの様子はですね、この枠説明のあの詳細はこちらっていうふうに書いてある URL があるはずなんで、それやると私の自宅のサーバーのホームページに飛びます。でそこにあのマウントの様子とか一通り書きました、書いてます。気軽に、そうでもないイメージがあるんですよね。最終日にロードレース、あれなどう言ったらいいんですかね。うわこんな食堂入りてー、でもやってないかな今は。実業団というキーワードしか私は理解してないです。実業団、実業団というのは実業家の人たちが集まっているような、はあ、あんな食堂がお似合いなんだよ、うん、そう、お礼にお似合いなのはこういうもんですよ。明日はどちらそれは繋がってないじゃないかな。明日は伊是名島、ただ明日から雨ですね。サーバーの電気代はそんなかかんないです。私はサーバーあの立ち上げっぱなしですけど、たまにあの一段料金だけで済むぐらいなんで。雷雨？雷雨と言いましたか？ウプス、UPS つけてないです。それどころかたまにサーバーがあのウェブサーバーがハングするんで、アパッチが。あのちょくちょく繋がらなくなってます。まあ翌日ぐらいには復旧してるんで、長い目で見ていただければ。サーバーパソコンのスペックは？サーバーパソコンはペンティアム M かな。確かペンティアム M じゃなかったかな、だったかその次のコア
コアツーディオだったか。こんにちは。カメラ。え？これはあのインターネットで生放送中。バイバイ。の。やったーって言われたけど、そんな大したもんじゃないから。大したもんじゃないよ。ニューストリーム。大したもんじゃないから、そんな喜ばれても。テンション高いな。前偏差島っていうとこ行った時にも子供たちに島を案内されて、本当になんかテレビの台本誰か書いてるだろうっていう展開だったんですよね。やったって言われた。すいません、そんなもんじゃないんです。そう、テレビと多分間違えてる。申し訳ない、子供の夢を。懐かしい。うん、でもこっちの方の子供はなんかそういうイメージあるんですよね。夢を与えて通報される。道路でですよね。あ、そうそう、翔平、翔平知ってるだろう、日野翔平ですよ。どうだろう、 BS 見てるのかな、みんな。日野翔平でございますとか言うわけですね。テレ東。やっぱ目立つんですね。それは目立つだろうな、この格好は。でもいずれこの格好は自転車旅行とか、自転車で、あとバイクツーリングもかな、のやってる人たちの間でスタンダードな格好になるはずなので、いずれ。配信用の、あ、外部バッテリーつけてるんですよ。あ、それも確か機材詳細の URL 先に全部載せてます。エクスパルビクターっていう、18000mAh っていうのが売りの大容量バッテリーをパソコンにつないでます。それで、本体2時間ちょいで、あ、3時間ぐらいかな。電波はなぜか大丈夫ですね、さっきダメだったのに。で、これで、まあ7時間か8時間ぐらいいけます、放送は。特殊な格好してるといえばしてるかな。いいこと。もがいてないでしょ。沖縄、あ、この度って沖縄まで行くんでしたっけ、今回、今やってるやつは。いや、さっき電波全然ダメでしたよ。で、さっき大島でしたっけ、奥無島と書いて大島かな。自転車、いや、でも普段走ってる人ほとんどいなかったです。私が前来た時は。どうも。この小学生が、さっきの小学生かな。右は何になってる？右はこれサトウキビ疑惑がある畑です。特定されてません、まだ。サトウキビってこんな背低いんでしたっけ。疑惑なの？そう、まだ疑惑段階、確定してない。でもこんだけ植わってるってことはサトウキビかな、やっぱり。あ、運転バル。え、港の話ですかね。島に渡る。ヤガジソウ。あ、さっきから車指宅配っていうのがこれで4つ目ぐらいかな、看板。白骨が、ああ。どうでしょうね。沖縄でそういう戦争の本当にひどかったところっていうのは、どうなんだろうな。白百合、ん、あれ、白百合、姫百合、どうした、姫百合だったっけ。南の方に有名なところありますよね。姫百合の塔だよな。あそこの辺り超有名ですけど、それ以外ではあんまり、姫百合でしたよね。うん、ニラ畑には見えない。ニラ畑ってそもそも見たことないけど。糸満、ああ、それもちょっと南の方ですよね。那覇と同じぐらいの緯度だったっけ。ヤガジ島の塩。たくさん発骨なら毎年耕してるからもう発見されかれ。うん。湿度も結構ありますね。マブニの丘。
く、ん？潰される？何が潰されるんですか？あー、青森、なるほど、そうですね、さすがに飲めない人にそれはやらないだろうけど、ゲストハウスはそうですね、私、死にたれた場所の方がどちらかというと好きです。まあ、死にたれ方にもよるかな、素朴な死にたれたのが好きです。全然寒くないですよ、本当に。うん、聖地ですか、どういう意味の聖地かって、あのアニメの聖地的な意味での聖地ですかね。パイン畑ってあるの？パイン畑は夏は確か見たと思うんですけど、今は分かんないですね。パイン畑はヤンバルの方になかったっけ。与那国は今回は行かないと思います。今回は明日伊是名島行って、伊是名島泊まって、明後日は今帰仁に戻ってきて、で美ら海はまあ見るかな、どうしようかな、今帰仁城寄って、でその後あの伊江島っていうところにまた渡って、そこで泊まろうかと思ってます。で4日目が伊江島から本部半島にまた戻ってきて、名護に泊まるか那覇に戻って泊まるかして、で31日最終日は先頭を多分大丈夫、楽しい楽しい。しかし電波があるとないのとで皆さんのテンションが全く違いますね。当たり前だけど、さっき電波ない時みんな結構不機嫌そうだったから。トウキビ、トウキビはあのトウモロコシの方の意味ですよね。トウキビ、サトウキビじゃなくて。あ、ご飯前ありがとうございます。チェックします。ソキそばは食べました？ソキそばまだ食ってないです。今回は北海道に寒いわ、寒いのちょっと苦手なんです。お、いらっしゃい。こっちはですね、あと2小時間、あと20分ぐらい。あの人も旅行っぽいな。でも地元旅行かな、あの感じだと。そう、31日の15時に寝くなった。まあ真っ暗ですからね、本当に。うん、そうですね、浮き足立ちに参りました。あ、延長できた。ん？全部ホラフキーさん、そうですね、ホラフキーさん今回沖縄初なんで、あの何も情報ないっていうことなんで、私だけは好き勝手に検査させてもらってます。初めて沖縄に来る人にこんなとこだけ回らせていいんだろうか。戦車とかそういう意味の戦車ある？戦車は沖縄では戦車聞いたことないな。明るいね。米軍も戦車持ち込んだりしてるんですかね。ああ、竹富島は大昔に家族旅行で行ったことあって、あそこは自転車で走るところではないですね。で私が行ったのは八重山諸島だと黒島、人がありがとうございます。それはやってる内容が私が飽きてないのと同じ意味じゃないかな。電波悪くなったか。あそこで大島かな。戦闘機でもあれ見えない時ありますよね。前撮った時は戦闘機らしいものはよく見えなかった。危険ゾーン、やっぱりないのか。この辺り、あの橋渡るあたりでも全然ダメでしたよね。まあそうなったらもうしょうがない。皆さん諦めてください。私のことを忘れて、あの年末の大掃除とかやってください。私はしてきてないけどな。ダメか、ダメか。教授の銅像がありました。え、教授？変えてみましょう。あ、通常配信しますかね。教授って何ですか？よくわかんないですけど。頑張れ電波。ん？どこに？あ、あれ？何かな、ここ。プトプト、これも全部ハブとマングースのせい？ハブとマングースのせいで、思いやり、思いやり。本当だ、今見えてなかった。ダメみたいですね。山里なんとか教授の墓。墓？
じゃあどう、じゃあ通常配信にしとこう今のうちに。FM よりも短い命だった。コメントで通常配信にしますと。中央線が黄色いとこは電波あります。よっ、ちょっと、じゃあこれで音声がなんとかいけば。ん、誰の車掌、車が多くて渡りづらい。通常配信でお送りしております。まだ多少太りますね。うん、あ、いやでも声がさえ言ってればなんとかマシなレベルです。さっきこのあたり完璧ダメでしたね。で、完璧ダメなところで飯食ってました。スーパーで買った弁当、からしな弁当、2人ともからしな弁当で、それあのグルクンの唐揚げと、あと年末にチャンプル。年末にあったかい、この辺りの電波は薄いね、羨ましいさ。うん、羨ましいさ。少し笑ってしまった。うん、更新してどうにかなりましたかね。画面トクト、音はプトプト。トクト、うん。声も聞きたいね。声も、確かこの後、本島に戻ってもまだしばらくダメでしたよね。30日に張り島で空港まで行くのでしょうか。そうで。今そうですね。敵よっ、31日は、てか30日のうちに高速バスで那覇に移動しようかなと思ってます。なおから那覇って頑張って走っても1日かかるんで、私は。高速バスで2130円で1時間45分。まあでもこっち本部半島の方で回る時間はできるだけ取りたいから、31日の朝那覇に移動して慌ただしく 2時間ぐらい観光してから飛行機乗るかもしれない。家のお掃除とか終わらせてきたのか。終わらせてきてないよ、終わらせてないよ。お、滑ってる。お、まだ獲物が上がらないな。あ、なんか出た。なんか出たけど、そんなにむちゃくちゃ大きいわけではないな。船ぐらいに見えた。落雷、あまりひどかったら明日も晴れないです。民宿でゆっくりしてます。大物がかかったんでしょうかね。船ぐらいのサイズでしたね。ヘラブナ的な感じの。コメントもほとんど流れなくなったな。
大島本当に電波ないんだ。ホーマーだと確かエリア内だったと思ったんだけどな。あれ来てる正規表現で。それもいいな。走り込めはまあ実家にいて暇だったらやるかもしれないです。まあそれは適当に。あといつものことながら実家に帰っても着るものがない。自転車の格好しかないんです。家に帰った時用の服装とかは持ってきてないんで。走り始めはやぶさめ形式ですか。やぶさめ形式、何やぶさめ形式って。さみだれ形式なら知ってます。まとめてやった方が効率いいかもしれないけど、とりあえず順次ある分から。うん、音だけだね。音でも来てますかね。さっきこの辺り音もなかったと思います。うん、同窓会は今日やってるんじゃなかったかな、確か。高校だよな。うん、高校の時の同窓会を今日やってたはず。まあ日程的に無理なんで私はエントリーもしてないですけど。ん、こんばんは、ナッツさんかな、いらっしゃいませ。うわ、電波はどこで回復したんだったっけ。さっきどこで切れたっけ。生、あの沖縄ですから。こちらの日没時間はあと10分、日没時間まであと10分あります。10分はないぐらいか。うん、名護市です。今名護の外れの八ヶ地島とその先の氷島に行って、氷島確かあれは亡き人村の所属ではなかったかな。で今名護市中心地のホテルに向かって戻っているところです。本当に氷島泊とかでもよかったな。多分ホテルキャンセルしても大丈夫なんだろうけど。部屋は掃除しないけど整理されてる感じ、うん、整理、いや、いやいや、あとローソン手前ありましたっけ。沖縄にスパーっていう名前のコンビニがなくなってて、ローソンがあちこちできてる。今これファミマですけどね。羽田から那覇空港でしたか。あ、そっちで、そっち行って、途中ちょっとだけ違う道通ろうと思ってたんですよね。あ、変わらない。ちょっと遠回りになるけど、まあ数キロですからね。うん、じゃあ予定ルートのその走ってないとこで、走ってない部分のところで。うん、あ、飛行機チケット危なかったです。いっぺん取ったらその後購入するの忘れてて、やべえと思ってもう一段階高くなってしまったけど、それでも1万8000円で那覇まで来ました。何の裏道、ここなんか裏道あるんですかね。内陸側に入ったところ、ちょっと道見てみます。あるな、本当だ。一歩向こうに裏道があります、はいはい、コメントに教えていただきました。うわ、これ夜だったらやばいですね。これラリアット食らいそうですよね。じゃあそのやらせてお願いします。いや本当にぶつからなくていいんで。ぶつかった瞬間の、よし、ありがとうございます。何の写真でもちょっと分かんないですそう、なんかそれで動きを無理やりモーションブラーみたいな感じでつければすごいな。これ歩道側の侵略されてます。あの南国っぽい木に侵略するで、ゲソーゲソー、まだゲソ見てない。沖縄の飛行機チケット取るのは本当は油断できない、うん、油断できないですね。まあでも今日27日だからまだよかったけど。ラリアット、ラリアットブラは
あの西洋式ラリアットってやつですね、ウエスタンラリアット。見えない。見えなかったか。通常配信ですからね。あ、そうだ、FMLE に戻すかな。まだ今は撮った映像安定していってたら FMLE に戻してみます。暗いロボラリアットだ。あー、今日の就寝前配信が楽しみだな。就寝前また寝てしまわなかったらですけどね。この間もまた寝てしまった。 iPhone のタイマーの開始ボタンを押す前に寝てしまうってどんだけ眠かったんだあれ。うわ、黒い。黒い犬が。そう、西洋式のラリアットは何て言うんだろうな、首折りかなんかか。ラリアットって何ですか？うん、ラリアット、あのですね、スタン・ハンセンというプロレスラーが昔いまして、っていうとこから話した方がいいのかな。そう、イースタンラリアットもあるんじゃないですかね。あ、まだ静止画ラジオ。じゃあ絵が出始めたら FMLE 試します。あ、これはさっきの道よりだいぶいいんじゃないかな。うん、あの橋ちょっときついですね。ありがとうございます、ナイス情報。お嬢様、そうなんだ、そこから来てるとかいう話なのかな。もうそろそろ日が暮れる。でも日が暮れても寒くない。でもこっちの人は確か、なんだっけ、20度割ったらだったかな、15度割ったらだったかな、もう寒く感じるっていう。アックスボンバーとは違うんですか？アックスボンバーとは違いますね。ウエスタンラリアットは喉やるんで、アックスボンバーは顔面じゃないですか、あれ違うかな。アックスボンバーですね、ハルコーガンという、ハルコーガンという、あの、なんとか超人って言いそうになった。あの超人の方は何だったっけ、ハルコーガンモデルのやつは。こんばんは。こんばんは。古いプロレスの話、私よく知らないんですけどね。たまになんか古いプロレスのファンとかいてびっくりします。しかも女性だったりするし。ラリアットハイライト、うん、ラリアット、あれでもまともにやったら喉潰れますよね、死にますよね。スタンハンセンのカーボーイハットは流行ったね。カーボーイハット、ウエスタンの格好ですよね。ちょっと着るとこたつ入りたくなります。あ、そうそう、20度着るとでしたっけ、こたつの話だ、そうだそうだ、確かそんな話聞いたことあります。元はどこから来てるんでしょうね、あの話。宿配信で出演してよね。ん、宿配信でラリアットですか。できるけど、できるけど、ホラフキンス相手に やったらというか、やられたらかな。この人ノリがいいから本当に痛くすると思うからダメ。この人はノリのためにそこまでやる人だから。美人すぎるわ。美人、へー。あ、明かりつき始めましたね。テンガロンハット、テンガロン、さっきのあの川を渡ったあの大きな橋のところは、これどこで渡るの？橋はありますよね。沖縄は、いや、暖房あるでしょう、多分。ストーブは、ま、確かあったかな。前泊まったところは。そうそう、泣き陣で前2回泊まったことがあるファームハウスっていう東宝宿があったんですけど、今なんか喫茶店になってて、宿はやってないっぽいですね。ファームハウス、まあ、マクガイア、ウェリー、あと張り手とかですね、稽古つけるんです、稽古。あれ、ここで、ここでさっきの橋相当の川渡るのかな。で、まだ映像来てないですかね。これか。ちょっとそれ随分な違いがあるな。
真っ暗、こっちももうすぐ日がもうそろそろ切れますね。で、こっからさっき来た道じゃなくてちょっと西側の道をにそれながら多分距離 1.5 倍ぐらいになるけど行ってみたいと思っています。せっかくなら走ったとこないところを走っときたい。見てあれのことですよね。10度切ったら結構寒いですね。まあ今日こっち側に走ってくるんです。結構車多かったからな、脇道の方で少しでもそれがマシだったらいいけど。あ、こっちか。え、多くなる？なんで？あ、そうか、さっきの道行ったらですよね。こっちはもうちょっと少ないんじゃないかな。何の匂いこれ？うん、まだ明るくてもう日が暮れます。今日が暮れたぐらいだと思います。これから暗くなるけど暖かいんで平気です。平気の平…ん？平気の平左衛門です。平チャラです。円髄切りとか年よりは気持ちいいよな。円髄切り、円髄切り猪木ですよね。猪木、猪木。お腹はですね、もう食べられるくらいになったかな。お腹はこなれましたか、夕ご飯食べるにあたって。全然あ、食えます。あ、結構。どこ行く？泣き地元ベージじゃなくて途中で折れて、あの予定ルートっていう URL のルートラボ見てもらうと、あのまっすぐ帰る道とは別にですね、横の方に2回ほどそれるルートを作ったんですよ。あの走ってないところ本当はぐるっと一回りにしたかったんですけどね。職員さんいらっしゃいませ。今沖縄です。この明るいのは録画だからじゃなくて本当に沖縄は今まだ明るいからです。先回りして言うと、あ、音声まで。飯は楽しみだな、横は。東京の方とかもう日が暮れて真っ暗ですかね、うん、真っ暗なはずですね。日暮れでもう1時間ぐらい経ってるからど真っ暗でしょう。今の時間外走るとなったらもう大変ですよ、うん、ですよって、あのブルベの人に言うこともないか。まあブルベの場合は夜になってから本番みたいなところありますね、うん、寒さとかも相当なもんですよ ね、 そうですね、時期によって、うん、寒さっていうかやっぱり9時にどうかな、気温の差が激しいんですよね、うん、夜と昼とで。そう、夜と昼は昼間めちゃめちゃ暑くなったりしてで、同じ装備で行かなきゃいけないから、そうそうそう、対応できる装備を取らないといけないですからね。こっち行って帰ったら、まあ7時には帰れるんじゃないかな。もう少し早く行けると、もう6時半か7時か。こっち通って帰っても、でもあと10キロないんじゃないかな。あったっけ。まあ遅くなったら、途中もう一回それるところはもうそれずに行ってしまって。10キロちょっとかけるぐらいですね。うん、ネプチューンマンでしたっけ、あの目が四角いやつ。最高時速25キロぐらいで、下るときは30キロ超えますけどね。ネプチューンマンでしたっけあれ。あとビッグザブドウってどれだっけ、どれだっけっていうか、どの位置にいたっけ。あの顔が面のやつですよね、ビッグザブドウ。あの髪が長くて、長かったんでしたっけあれ。あのウエスタンっぽい格好してて、え、あ、そのネプチューマンの方ですかね。あ、そう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 。あ、こっち行きたい。日中、あの日がちょうど暮れたあたりです。これから暗くなります。あとウェブカメラはちょっと明るく映りますね。集落センター、ここも共同売店ですね。おお。あ、写真とかもまた随意に、ご随意に言いにくいな。門のところって言うんですかね、ええ、入り口のところ。あそこに一軒一軒あの審査がいるんですよね、うん、なんか最近の家ほど建ててるような感じもしますね、うん、マスコットみたいな感じで。
こんだけかよ、もう終わりか。脇道少ねえ。ラジオ状態みたいですね。映像は数ヶ月後の YouTube アップの時にで、GoPro 録画ができてるような。あれよっと、点滅中 OK。 今ここ見てもらうと分かるんですけど、ちょっとそれた道に入ってきてます。名護市街のあたりをぐるっと一周回ろうとしたんですけど、一部どうしても一箇所しか通れないところがあったんで、輪っかにはなりませんでした。でも車の量が全然違う。もう少し行った先で海の、内陸側にそれて名護市街に向かいます。これで明日が雷雨とは悲しいな。電波なくなったな。このプツプツ車というのは想定内ですか？想定内、まあなんとなく大体大雑把に言って、見てる人には本当に申し訳ないです。でも私の場合もそれなり楽しいので。本部半島を一周するのでしょうか？本部半島はですね、本部半島からあちこちに行ける島に寄りながらなんで、半島一周は数日かかることになります。距離は 2,30 キロぐらいでしたっけ、一周回っても。そこから伊是名島明日行って、で明後日は伊江島に行って、んで、あれ？なんか一個忘れてないかな。今回78901あって、名護、囲い子は、なんかスラッシュやり取りしてんのか。囲いっていうのは、どちらかっていうと、外に向かって攻撃するというよりは、その、生主さんを隔離して、自分たちのためだけに、放送させようっていうのを囲いっていうはずですよ。だからあなたが言ってるのはおそらく信者に近いと思う。いえいえ、気にせずに。気にせずに、すみません。で、別に囲いだろうと信者だろうと言ってる意味は一緒ですけどね。多分言わんとしてることは。名護はかなり多いんじゃないですかね。第二の都市だっていうふうに、本当かどうかあんまり自信ないけど。投稿動画も楽しみにしてます。投稿動画、すみません、編集時間かかりますけど。見ます方。で、ただ確かに、私をなんていうかな、無批判に信じて、私のやることが正しいみたいな、ロボさんのやることが正しいみたいな観点で喋る人がいたら、それはちょっとちゃんと考えてください。私は自分の行動もいつも疑ってかかるようにしてるつもりなんで。ちゃんと客観的に見ていただければ。アメリカいいな。いかいかん。ああいうの読んだらまた荒れそうだな。日本共産党のポスターがあって。スラッシュつけてる人のことだよね。スラッシュつけることがどうなんじゃなくて、そうそう、なんか囲いとか信者とか言ってる人に対して、それをなんか喧嘩だ。逆にこの私を擁護するようなこと言うと逆効果だと思いますよ。だから何してもいいのみたいなのハイブリー。どういうことだ。あ、そうだ、これ
読み上げは NG 設定できるのかな、共有 NG 設定、プレミア会員の人何人かがその人を NG に設定したらその人がマイナスの点数がついて、でフィルターで外されるようになるっていう。ん？スラッシュ。でもできればなんかその信者とかそっちの方の議論はあまりない方が嬉しいですけどね。この私、生主の私というんじゃなくて、この旅行の方を見ていただいた方が嬉しいんで。ん？もう暗くなりました。ライトの明かりが見え始めてないかな。砂で滑る。ん？ん？ん？ベクヤ？ベクヤ？あのウェブカメラの明るさはまだ明るいかもしれませんけど、多分無理やり明るくしてるから残像が激しくなってると思います。こうやって降ったりすると分かるんじゃないかな。うん、もう結構でもないか、まだそこそこ明るいな。うん、NG 今日読み上げにそれができたかな。あのに、なんだっけ、豆ライブにその設定あったかな。確か共有 NG がない時代のこれバージョンだから。沖縄に何がある。自転車好きなところで止まって景色見たりできるっていうのと、あの列車とか飛行機に持ち込んでどこでも持っていけるっていうのと、あと歩きよりは楽なことかな。そのあたりですね、私が自転車旅行ばっかしてるのは。私はそういうところが好きでやってます。ガソリンスタンドか。それガソリンスタンドで工具借りたいっていうのはまだやったことないな。結構自転車旅行の避難所としてガソリンスタンド紹介されてたりするんですけどね、ツーリングノウハウ本だと。私まだやったことない。そもそも車持ってないから自分が主体でガソリンスタンド行ったことないんですよね。あ、ご飯美味しくなりますね。まあ歩きでもそのあたりは一緒かな。歩きと自転車の違いは、私はなんか一方的に楽だと思ってます、自転車の方が。でも歩き歩きでフットワーク軽いんですよね。輪行しなくてもいいし、パッキングしなくて済むし。オレンジ強しでも消えなくてひとまず安心。そう、 NG は確かコメント部屋で見るとこの辺りの話はいいか、点数見えてるんですよね。MCV だと今対応してる。ああ車少なくていいな、こっちは。タイムシフトありますけど、今日は映像ないとこ多いです。一番辛い思い、自転車旅行でですかね。辛かったのはどこだろうな。きつい思いをしたっていうのどこなんだろう。きついことはなんか後で大体忘れちゃうんですよね。都合よくパッと思い出せる範囲で言うと、昔3年前にマリオさんという生主さんと一緒に諏訪湖の方まで一気に突っ走った時に結構なペースで走ったから個人的にはえらい疲れたのと、それでもマリオさんは熱中症を起こして体調悪くてスピード遅かった状態でそれでしたけどね。あときつかったのはこの間行った青森県の
マイナス7200って あれか、 NG の点数のことか、スコアのことですよね。7200は結構すごいんじゃないかな。本人に問題があるのか、なんかどっかで集中攻撃を食らったのか。何の話でしょうか。何の話、これは残念ながら録画ではありません。残念、現実です。ところがどっこい現実です。これだったらもう一個の脇道にも行こうかな。この先でまた横道にそれるルートを作ってるんで。囲いの、ああ、なるほど、確かにそうとも考えられますね。あ、マリオさんと一緒に諏訪湖まで突っ走った時に個人的には結構辛かったです。あの人が体調崩した状態でもそれでもきつかった。あとは寒い思いしたこと結構あるはずなんだけどな。峠からの下り、冬はだいたい地獄ですね。自作の AI を使った自動応答ですよね。自動応答。多分やります。あんた、こちら山形は豪雪です。あ、山形か。今は上りです。そうか、映像行ってないからか。あ、延長来てないですかね。できてなかった、もしかして。もう間に合わんかもしれん。一応間に合うかどうか見てみよう。よいしょ、延長はできてる、大丈夫です。さて、じゃあここからまた脇道の方行きましょうかね。やっぱり車乗りは全然違いますね。怖いですね。マリオさん、去年はやったんだったっけ。あ、落ちてますか。超高級。あなたもういいから、あなたもいいから。あと、あ、こっちですよね。あれ、結構車は通ってるな、この道。国道か。もしかしたらまっすぐ行った方がマシかもしれないですね。ちょっとこの道見るとあんまり良くないですね。うん、国道だ、やっぱり。じゃあさっきの県道を通ってちょっとだけ脇道寄ってから道があるので、じゃあしばらくさっきと同じところ。ちょっとあれやだな。6連ライト、まだ6連ライト3分の1しかついてない。まだ全然本気出してない。どうかな、まだ電波悪いんでしたっけ。
あのこんぐらい暗くなったら FMLE でもあまり変わらんかな。そうだ、明日から雨が降るからどっかで雑巾手に入れておきたいな。濡れた自転車拭くために。本当は油も欲しいけど、スプレー缶は飛行機持ち込みできないはずなんで持ってきませんでした。よくも無視しましたね。よくもどれを。この枠では到着しないぞ。この枠ではどうだろう、ちょっと距離の感覚はつかめてないんですけどね。左折したりする車ありますよね。左折、ああ。あんまりでも気づいたことないな。いらっしゃいませ。もうしばらく行ったとこで脇道それてみよう。明日は雨で配信できないかもね。雨だったら配信しないです。GoPro も基本的に録画できないんで、防水なんだけど曇って使えないっていう。音だけで、さっきの発動機の音ですかね。道端でなんか農機具みたいな、農作業用のみたいなやを動く、あの起動してました。2分差ぐらいかな、1、2分差タイムラグ。ラテンアメリカ。こんばんは。こんばんは。映像行ってないらしいですけど、いらっしゃいませ。まだ明るいぞ。空はまだ明るい。明るくないな。明るくないです。確かにまだかすかに明かり見えてますけどね。ん？つまない？いや、北に行くっていうバス停の前通ってます。今赤いソースカーが通りました。紙芝居みたいで良いです。紙芝居、サンセット見せろやバカ野郎。サンセット見えねえ、もう沈んだし。あれ今赤だった。あれ、いや今赤信号だったかなと思って。あ、いや大丈夫ですよ。なんか信号らしいものが見えなかったんで。いや信号ありましたけど青でした。ええ、あ、じゃああの瞬間に変わったんですね。よかった。通り過ぎた直後に赤に変わりました。なるほど、よかったよかった。ちょっと意識してなかったな。意識してやってるから瞬間的に忘れたのかな。青を見てそのまま通過して、あ、こっち側に NG スコア、あまりいいことないですよ。よいしょ。サンライズでもいいよ。サンライズ、ワンフィッシュはまだ可能。
馬主は西へ行け、夕日が見れる。西へ行くけどもう夕日は見れない。うん、ここからちょっと右行ってみよう。同じ道を通るのは損してる気がする。暗くなって、そう、1分に1枚とかいう話なんですよね、今映像は。こんなに電波悪いなんて。伊是名島はどうかな。宿はあと何キロぐらいかな、 3,4 キロぐらいだと思います。で、宿に直通する道じゃなく、直行する道じゃなくてわざわざ横にそれてます。ちょっと下りすぎて怖いです。あとでどんだけ登り返すか。昼飯は弁当でしたね。もううまっちゃうまかったけど、店で食うのよりはさすがに。夕食はホテルの近くの、吠えられた、笑え、どこで吠えられた今、ワンワンの、あれ、いつ、ワンワン、え、いつ、ワンワンの、どこで吠えられた今、1、2分前に吠えられたっけ、どこで、さっき犬の鳴き声しました、どっかで、過去1、2分以内なかったですよね。まさに聞こえてました。なぜリスナーにだけ聞こえてる。沖縄って何がうまいの。沖縄ってたね。あれユタなんですかね、なんとかって書いてあるんですよ。ユタなんとかく、ユンタク的な意味か。あったかい、すげえあったかい。あ、よくなりました。今更ながら FM エリアやるかな。ラグが記憶飛んでますね。じゃあちょっと曲がるところでやってみようかな。どこで吠えて？廊下か。じゃあ心配です。おお。今日からだったので気をつけて。そう、今日からです。昼過ぎから配信してます。2時から。晩飯配信は、ちょっと店の様子によりますね。ちょっと曲がる予定の場所まで行ってから。ご飯は昔来た時に食いに行った飲み屋さんがあるんで、宿の部屋、今日泊まるとこそんな上等なホテルじゃないです。いっちゃなんですけど、上等じゃないけど綺麗にしてあって、そう、宿の人がいい感じだっていう記憶があるホテルです。夜にコーヒーとかの差し入れあったんですけど、今やってるかな。今夜は二人きりです。しっぽりです。しっぽり本当楽ないな。居酒屋は意外と高いですよ。あ、居酒屋、そうですか。前食った時いくらぐらいだったかな。でも確かに町の食堂に比べると飲み屋さんちょっと高い感じがするな。町の食堂がえらい安い。言い方教える配信あったな。交通安全気をつけてほしい。暗さになってきた。交通安全ですね。私、取り目だ。しっぽく、そうなんでしたっけ。標高級。あなた今日4回目ぐらいだからもういいです。伊佐川エンジェル見てるか、また他の配信者の話かかどうか分かんないけど、ニコ生芸能界には興味ないんだ。タマリズム？
ここだ、ここで曲がる。なのでここで FMLE 試してみます。地元の大皿料理がいいな。大皿料理か、それみんなで食うっていうのもいいんですよね。ただそれはかなり条件が揃わないと成り立たないですね。予約しといたの、人無視されなくてよかった。無視されなくて、じゃあ無視しようかな今度は。あったかい、うん、もしくは十分いける温度です。私、 あの私ごときでも、じゃあちょっと FMLE やるので一旦止まります。停止。誰か俺呼んだ？お前か。やっと返事聞けたのでもう言いません。ロボちゃんは俺のアイドル。そんなに無視してたっけ。これは、あ、いや、さっきのが残ってるはず。はい、どうだ。プライマリサーバーエラー。ザ、ねん、プライマリサーバーエラーと。ダメでした。また無視された。どれを。すみません、私あのコメント全部に答えることはできない人間なので、あの能力的に言って、それ本当にやろうとするとすごく努力して、あの走行にも支障が出かねないので、どうかご勘弁を、ご勘弁をどうか。じゃあ、うん、だし、うん、それもありますね。ビジホンに、いや確かあそこなかったはず。あと、風呂、湯船はなくて、シャワーしかないです。目的地まであと、いや、今通常配信です。ダメでした。あれ？ラグすごい今だ。さっきないって話だったのに。ラグないってのは嘘か、ガセか。ガガラインのは、エロい動画で慣れてる？なぜエロい動画で？あ、ないですか。で、郊外1号はまだ3分の1しかつけてません。あ、本当だ。3つついてるんですね。ドサン、ドサン、ドサン。あれ、どこのメーカーでしたっけ？台湾かどこか。ぶっ飛び。ドサンって台湾でしたっけ？台湾ですね。強力な LED として有名、LED ライトとして有名な、こんばんは。ん？どんなこと？台湾、あれは軽いんですよね。戻りました。ただ今も FMLE は電波というかサーバーとの接続の問題で、はい、行ってらっしゃい。温泉はあんまりなかったような。確かですね、銭湯を8年前に来た時に銭湯をあのタウンページで調べたら、県内に2軒だったか3軒だったかしかなくて驚愕した覚えがあります。驚愕する。8年前のタウンページなんですね。そうそう、後ろからのこれは光が明るいな。光が先輩の本気が見てみたい。光がいい。猫目6000なんて何するのでしょうか。猫目でしたっけあれ。今もうそういえばタウンページってあったねって、そういう存在になっちゃいました、ね、でもまだ紙配ってますよね。まあ今あるみたいな。ええ、あれいらないのにな。止まった？あ、もう宿まで 1,2 キロかな。宿で。カレーだ。いや、カレーのスパイスのどれかがないもんな。ターメリックか何かか。タウンページ配ってる。すごい迷惑。配ってる、あれ。いいですって言えないんでしたっけ？名護中、前方が名護中かな、この建物の色は。一気に、まあさすがに日が暮れてもう30分近くか、30分過ぎぐらいかな。
じゃあもう宿に一番近づく道で行こうかな。あれ直行できる、直進できる道がある。なごんでるの。うーん、どうだろう、タウンページ使わないですよね。オンラインもありますよね。タウンページ、これ学校っぽいですね、さっきの。名護中でしたっけ。お、やっぱり中学生か高校生かが地べたに座ってる。まただ。なんでみんな地べたに座るんですかね。しかも明かりもないとこで。すごいな。多分、多分名護中の生徒だと思うんですけど、明かりも何にもない民家の軒先っていうのかな、ガレージの前というか、角あれ？市街地なのに。なんであんなところで地べたに座ってるんだ。もうやだ、ほんとそれ。女の子が3人座ってました。で、ここから先は襲われないようにね。また電波拾ってきた。もうやだ、本当に。こっち行こうかな。今夜は泡盛で。ここは教会か。泡盛、私の目なんですけど。インドネシアとかもそう。地べた。でもなんかいい感じだったな。もう暗くなってネタが拾えないですね。うん、そうですね。米兵が目当てか。そうそう。酒、いや、前と変わってないかな。ビールはジョッキ一杯で限界ってぐらいです。ビールはっていうか、ビールジョッキ一杯が限界ってぐらいです。それが沖縄、わらわら。沖縄、まあ暖かいからできることですよね、本当に。関東の気温であれだったら死ぬわ。地べた座りにしても暗すぎるやろ。そう、真っ暗の中で座ってたんですよ。で、携帯とかの明かりも見えなかったんで、あれ純粋に喋るためだけにみんなで座り込んでるのか。あれ2月のこの時期です。集まるところがないのかな。問題もないですね。そうですね。あ、でも本当はもっと暑いの期待してたんですよね。あ、期待というか覚悟、覚悟。風が結構強いからやっぱり体感温度ですね。明日はですね、8時ぐらいに宿出て、でも朝飯探さなきゃいけないな。あ、すいません。で、10時半の運転後発のフェリーに乗って、伊是名島に来ます。もう宿まで数百メートル、いや1キロあるか、1キロあるな。そこまであっちか。なんて宿、ホテル東和、東の数と書いて東和。全日程、そうですね。31日は何時の便なんですか。あ、僕、ロボさんより後の便ですよ。あ、一緒に空港行けば問題ないです。私は15時の便で、31日の15時の便で。寝てる？死んでるじゃなくて。ん？突っ込まれた。コンビニで、そうですね。締めのステーキが重たいな。こっちの締めは何だろう。ステーキとか、あとぜんざいとかじゃないですかね。氷ぜんざい。新宿は若いやつに限らんだろう。おっさんも寝てる。おっさんもこの枠で終わってもいいんじゃね。この枠で、ちょうどいいぐらいですね。一緒の部屋です。さすがにダブルではない。ダブルとツインの区別が最近ようやくついてきた。ロボさん期待じゃなくて心配です。心配、何が。沖縄は今の時期でも日焼けしますか。日焼けどうですかね。日が照、今日日が照らなかったから分かんなかったですけど、多分日焼けするんじゃないかな。素朴な質問いいですか。素朴な質問、なんか構えてしまいますね。梅使わない。梅使わない。ダブルの布団で。やはりダブルの部屋ですか。ダボダボ。ダブルミサイル。ロボさんは攻めですか。攻めと受けってやつですね。それは知ってる。本当に単純に攻めて受けだけなんですかね。伊是名島で生放送していた人いたけど電波なかったような。あ、ないっすか。 NME って書いてありました。あ、 NME か。ニコ生モバイルエンコーダーですね。いや、どっちにしたって電波的には厳しいです。今日は
FM リーか NME かっていうのはあんまり違いないと思うんですけどね。今日は実は寝不足ではないんです。なんと昨日11時前に寝て、で3時半に起きて、で4時に家出て、楽勝であの神奈川新橋から列車乗ろうかと思ったら、コインランドリー、それはコインランドリーこっち多いですよね。アスギのワン体力、いや歩きの人とか走りの人いるんじゃないですかね。あと体力使ってるっていうか、移動運動量とか移動距離で言ったら私は低い方ですから。毎回しつこく言ってますけど、私の走ってる距離とかは全然大したことないですよ、自転車力の基準で言うと。おっとっとっと、ツイン、いやツインですよ、ツインで頼んでます。いやツインって言ったっけ、男2人としか行ってない気がする。校内園、そうですかね、校内園は確かできることだけど、寝不足関係あるんだっけ。やばいじゃん、わらわら、今年は一番走ったのはカンさんだね。カンさん、まあ距離で言ったらダントツですよね。あの人の配信見て、あの NME いいなと思ったんですよね。ついたし、ツイッター見てると変な文句覚えるな。ナオト、なんで、あ、なんで、そうか、カンさんだからか。確かどっか有名店でソーキそば食ったんですよね、この辺りで。7年前の時に、2回目来た時に、正確に言うと3回目。明日はあの泣き人村の運転校から伊是名島に渡ります。ん、もうないの、あ、ちょっと取りすぎたかな、多分この辺り。おしるこ缶で温まって、おしるこ、こっちはぜんざいですよ、氷ぜんざい。どこだ、ちょっと取りすぎましたかね。30分延長しました。延長してしまった。そっちのもう一本向こうかな。うん。関西の人は2分一周の人だよ。そう、2分一周の人です。ロボさん、あ、それ言っときゃよかったか、一言。明日雨だって。さあ浴びてこい。雨、明日雨ですね。だから配信をせずに、下手したら部屋でじっとしてます。部屋でじっとしてたって、あの沖縄流って言えば済む話だから。この名護ビジネスホテルの1個向こうのはず。すごいな、名護ビジネスホテルの電飾さんが。こっちだな、あ、関東もこれだ。ホテル等は久しぶりだけど、久しぶりすぎてよく覚えてね。肌寒く、全然全く肌寒くなりってません。観光配信ですか。観光っていう定義難しいですね。宇野放送か、宇野持ってきてね。この辺りホテルばっかりですね。あ、さっきなんかコメントで山田荘がどうって書いてあったな。確かに反対側山田荘で、あのなんだっけ、金次郎さんだっけの像が置いてある。お疲れ様です。さて、じゃあ地味、いいじゃないですか、こういうの大好きですよ。家の前、手振ってもいいですか。私が気づかない可能性も高いですが、イルミの隣のホテルです。よし、じゃあこれで今夜が山田。さて、注了ボタン押せる状態か。あ、押せる状態は珍しい。とつ、これから夕食出るんで、一緒に夕食とかだったらちょうどいいと思いますけどね。うん、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。なんか最近こっちノロも流行ってるってツイッターで教えてもらいましたね。お疲れ様でした。では終了。というわけで GoPro も終了します。お疲れ様でした。私。